タイラー・ホークリンはアメリカ合衆国の俳優。ラストネームはホークリンと表記されがちだが、本人のツイッターのプロフィールに、イッツ・プロ c ウンスド・ヘッ l ランとあるように、ヘックリンの方が正しい。ドン・ホークリンとローリの間でカリフォルニア州コロナで生まれる。二人の兄弟タナーとトラビス、そして姉妹のキャリーがいる。七歳の頃から野球を始める。彼は内野手として、 アリゾナ州立大学ノースーリーグの野球チームバトルクリークボンバーズでプレーする。2008年 UC アービニアンティーターズダで内野手としてプレーした。2012年9歳の時から演技を始める。マイケル・サリバン・ジュニア役として映画ロード・トゥ・パーディションで演じ、2003年のテレビシリーズセブンス・ヘブンのマーティン・ブリューアー役を得ることにつながる。2004年の ティーンチョイスアワードブレイクアウト男性スター賞にノミネートされた。2007年に公開されたデビッド・デコトー監督の映画グリーズリー・レイジ、2008年の映画資料の住む森でそれぞれ役を演じる。またキャッスル・ミステリー作家は事件がお好きシーズン2のエピソードでも役を演じる。2011年の映画ホールパス 帰ってきた夢の独身生活一週間限定で、オーウェン・ウィルソン、クリスティナ・アップルゲートラと共に出演する。2011年から2017年まで、テレビシリーズ、ティーン・ウルフで、狼男、デレク・ヘイル役を演じた。バディトブによる、2011年のテレビで最もセクシーな男性リストで、第3位。ありがとうございます。